1986年横須賀、突如現れたその男が葉月亮の運命を変えた。その圧倒的な拳法の前に父岩尾は無残に敗れ、亮もまたなすすべもなく屈した。そして道場に隠されていた流氷が奪われてしまう。悠然と立ち去る乱亭、瀕死の岩尾は亮に最後の言葉を残す。愛すべき友を持て。その言葉の本当の意味を知ることもできぬまま、亮は道場を踏みにじり、父親の命を奪った乱亭への復讐を誓った。乱亭の手がかりを必死で探す亮。その後、危機を予告した手紙を受け取り、そこに記されていた陳という人物に接触した亮は、もう一枚の鏡、鳳凰鏡の存在を知らされる。そして道場の地下に何重にも仕掛けられた謎を解き、ついに亮は隠されていた鳳凰鏡を発見した。しかしそれは新たな危機を招くことでもあった。鏡を狙い忍び寄る異様な姿の敵、チャイ、陳親子の協力を得て危機を乗り越えた亮は、乱亭を追って香港へと旅立つことを決意した。しかし亮の行く手には様々な困難が待ち受けていた。港の荒くれ者たちや闇の組織マッドエンジェルスとの対決、その魔の手はガールフレンドである原崎のぞみにも迫る。だが亮はその勇気と仲間たちとの友情を武器に、これらの敵を次々に打ち破っていった。そして旅立ちの時、行く手に待ち受ける波乱の運命に向かって、葉月亮はその一歩を踏み出した。香港に到着した葉月亮。しかし見知らぬ土地で出会う人々は必ずしも味方とは限らなかった。いきなり無一文になるというトラブルを、偶然出会った少女ジョイの手を借りて切り抜けた亮。そしてワンチャイの街を巡りたどり着いた文武廟で、乱亭の手がかりを知る武術家高秀英とようやく出会う。高秀英は亮の目的が復讐であることを見抜き、乱亭の手がかりを教えようとしなかった。寮に修行を課し思いとどまらせようとする周英、しかしその気持ちは伝わらず、寮は朱玄達の行方を知るという連ウーインに接近する。寮の持つ鳳凰鏡に財宝の匂いを嗅ぎつけた連は、朱玄達が幕府空論城に身を隠していることを教える。空論城で亮たちを待ち受けていたのは、乱亭の配下として闇社会を牛耳る高天界の巨牛一派だった。高天界の巨牛を倒した亮だったが、乱亭には逃げられてしまう。そして亮は乱亭が桂林へ向かったことを知る。香港での多くの仲間と別れ、一人桂林へと向かう亮。
リオは一人の少女シェンファと出会う。それはお互いの運命を大きく左右する出会いでもあった。鳳凰と竜、二枚の鏡の謎、復讐を誓った父の仇、断定。シェンファイ、私の役目は終わった。我ら一族に託されし鳳凰が今完成した。村に伝わる定めの時が来たのだ。シェンファイよ、かの鳳凰を携えし者とその証を確かめるのだ。そしてその者に身を委ねよ。共に行くがよい。お前に家伝の七星剣を授けよう。その剣を私と思い身につけるがいい。私はいつもお前を見守っている。これはリョウ。ああ、
あれがハッカソン。父の手がかりが見つかるかもしれない。急ぎましょう。ああ、シェンファー。リョウ、村へ急ごう。ああ、お父さんの行き先に心当たりはあるのか。わからない。そうか。今までにこんなことは。こんなこと？ああ、お父さんが急にどこかへ行くとか。ううん、なかった。そうか。洞窟にあったあの手紙だけど。あれは父の字、間違いない。そうか。あの手紙からは何かわからないのか。シェンファ？わからない。今は手紙のことよりも早く父を見つけないと。そうだな。シェンファ、こちらは？この人はリョウ。川で溺れた私を助けてくれた。うん、うん。何かあったの？おととい、ゴロツキどもがやってきたんだ。ゴロツキ？ああ、この辺りでは見かけない連中だって。とにかく、村に行ってみよう。シェンファ。どうしたの？村にはいつも門番がいるのか。うん、ハッカソンはとても平和なところ。門番なんて必要ない。そうなのか。でもゴロツキが来たって言ってたな。そんな人たちはこの近くにはいない。きっとよそ者。少し気になるな。リョウも？ああ、私も少し悪い予感がする。村がいつもと違う感じ。そうか。早くみんなの話を聞いてみよう。ああ、ずいぶん古い橋だったな。うん、あれは花橋。花橋？そう、昔からハッカソンにある。あそこが村の入り口なのか。うん、この先にみんなの家がある。そこで聞けば何かきっと。よし、急ごう。Thank you.
天使なんてせっかく。お父さんの手がかりはきっと見つかる。うん、寮はここを、私は向こうの集落を探す。ちょっといいかな。エンさんを見なかったか。知らないよ。そんなことより僕、憲法のことで頭がいっぱい。そうか。すいません。何かしら。エンさんを見ませんでしたか。たまにお隣のシュウさんを訪ねてくるけど、シュウさんは今お仕事でいないはずよ。シュウさんの娘のリンちゃんに聞いてわかるかどうか。そうですか。ちょっといいかな。なに？上手だな。うん、シェンファも上手だねって褒めてくれるよ。シェンファを知ってるのか。シェンファはお友達なんだ。お兄ちゃんも？ああ、そうだな。ちょっと聞きたいんだけど、エンさんを知ってるか。石堀市のエンさんなんだけど。リンのお父さんも石堀だよ。え、お父さんも石堀市なのか。そう。会えるかな。うん、いつも夜の7時には家に帰ってくるよ。家？そうか、ありがとう。いいよ。すみません。誰だ。少し話を聞かせてもらえませんか。話？あ、お兄ちゃん。知り合いか。お友達だよ。何の話だね。エンさんの姿が見えないんです。何か知っていることがあったら。これは
見慣れぬゴロツキたちが現れて部屋を荒らしていった。ゴロツキ？一体どうしてそんなことを？わからない。あいつらにお前は石掘りかと聞かれて、そうだと答えたらいきなりだ。石掘り。何かを探しているようだったが。そいつらはどんな？この近くでは見ない顔だった。二人組で、一人はスキンヘッドで頭に入れ墨をしていた。もしや、エンさんのところにも奴らが来たのか？わかりません。エンさんが石切り場から急にいなくなったんです。なんだって？もしかすると、ゴロツキと関係があるのかもしれない。わかりました。シェンファーに伝えます。またね、お兄ちゃん。暗くなってきたな。シェンファの家に帰るか。何か分かった？親父さんのことはまだ何も。そう。だが広場のシュウという人の家がゴロツキに襲われたそうだ。シュウ、リンの家が？父もそのゴロツキに？いや、それは分からない。リョウ、明日は私も一緒に行く。え？やっぱりゴロツキのことが気になる。もっと詳しい話を聞きたい。そうか、よし、そうしよう。うん。ひまわりの種か。どうしてこんなところに。これは塗り薬か。Thank you.
シェンファの笛だ。確かシェンムーの木で作られてるんだったな。どうしたシェンファ。リンの家に来たゴロツキのこと。ああ、やっぱり気になる。確かに何か関係があるのかもしれない。明日は私もリョウと一緒に村の人の話を聞きに行く。ああ、自分で確かめたい。シェンファ。何リョウ。お父さんは何か言ってなかったのか、最後に家を出るときに。ううん、何も。いつもと変わらない。そうか。ただ洞窟に向かう父が何度も振り返って私を見ていたのを覚えてる。そうだったのか。もしかするともう帰れないことを分かっていたのかもしれない。シェンファ。何リョウ。あの洞窟のことだけど。私もあの洞窟に初めて入ったの。父があんなものを掘っていたなんて知らなかった。そうなのか。あの鳳凰と竜、俺の持っている鏡と同じだった。ええ、それに父の手紙。リョウがその鏡を持ってここへ来ることを父はまるで知っていたよう。そうだな。でもなぜだ。それは父に聞かなければわからない。そうか。シェンファ。何リョウ。明日は俺と村へ行くんだな。ええ、一緒に父を探そう。
こうやって歩いてみるとシェンファーの家は随分村から離れてるんだな。ああ、そうね。何か理由が？石切り場。石切り場？そう、あそこは特別な場所。私も入ってはいけない。そうか、特別な石切り場を守るためにあそこに家が。きっとそうだと思う。父は何も教えてはくれなかったけど。そうか、あの石切り場の竜と鳳凰は一体何のために？わからない。でもあれはシェンファのお父さんが掘ったものなんだろう？うん、きっとそう。でも父一人じゃないと思う。一人じゃない？どういうことだ？多分何代も前から続いてきた仕事。何代も？じゃあシェンファのおじいさんとかも？うん、そのもっと前も。シェンファは昔の話を聞いたことがあるのか？ううん、何も。私が大人になったら話すと父は言っていたけど。じゃああの石切り場が昔からあるのをどうして知っていたんだ？この村の人はみんなそうだから。みんな？うん、石堀氏は何代も前から石堀氏。漁師もそう。畑を耕す人も牛を育てる人もどれも何代も前からずっと続いている。そうなのか。それがこの村の暮らし。ここは道場か？そう、ここは武甲館といって、この村に古くからある道場。武甲館。昔はここへ入門するために遠くからいろんな流派の剣法家が集まってきた。でも今は訪れる人もいない。そうなのか。亮、時間があったらここで練習するといい。俺もいいのか？うん、今は剣法を志す人すべてに門戸が開かれている。うん、新たな修行者かの？え、うん、日本人か？はい。ここは武甲館。何百年もの間多くの剣法家が修行を積んできた古の道場じゃ。何百年も。もし進む道を迷った時にはここで修行を積み技を磨くがよかろう。ここで修行ができるんですか？うん、修行ばかりではない。修行の成果を試合で試すこともできる。やります。試合か、よかろう。ではまずベニトラが相手じゃ。ここでは最下級の武装じゃが侮れんぞ。
せい。がっかりさせるな。せい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 。おう。せい。させるか。せや。せや。この程度で。どうじゃ、武功館に入門するか。はい、お願いします。うん。お主の名は。葉月亮です。ではその名の札を用意しよう。まずは最も下の段位からじゃ。段位。うん。上位の者と試合を行って勝てばその段位に昇格するのじゃ。訓風を積み日々怠ることなく修行に励みなさい。花橋を渡った先に店があったな。ああ、東おじさんの店。東おじさん。そう、みんなに必要なものを何でも売っている店。そうか。亮、食べ物は持ってる？食べ物？そう、お腹が減ると走れなくなる。そうか、そうだな。だから食べ物は前もって用意しておいた方がいい。村へ行けばお店で売ってるから。ああ、わかった。この草。これは。これは甘草という生薬。漢方薬の材料になる。生薬。これが薬になるのか。八花村には甘草以外にもいろいろな生薬が生えているの。それはどこにあるんだ。どこにでもあるけど見つけるのはちょっと難しい。そうなのか。でも東おじさんの店に地図があるはず。地図があるのか。漢方薬になる組み合わせの生薬を揃えると東おじさんの店で買い取ってもらえる。そうか、覚えておくよ。
村の広場の少し先に高い塔があった。あれは村の鐘楼。鐘楼？山火事が起きたり危険が村に近づいた時に鐘を鳴らして知らせる。それであんなに高いのか。うん、村のどこからでも見えるから道に迷った時の目印になる。そうか、鐘楼を目指せばどこからでも広場に戻れるってことか。うん、わかった、覚えておくよ。すみません。ん？なんだい若いの。俺様に弟子入りしたいのか。ああ、いえ。お前さん、素人だろ。名前は？葉月亮です。亮か。お前さん、運がいいぞ。どんな素人でも一人前に育てる。それがこの俺様、蘇自由だ。何しろ俺様は珍式太極拳を極めた。いや、結構です。なんだおめえ、俺様の実力を信じてねえな。ああ、いや、そういうわけでは。よし、俺様の腕を見せてやろうじゃねえか。ここで俺と手合わせだ。ああ、まあ構いませんが。よし、後悔しても遅えぞ。亮だっけ。ありがとうございました。どうだ、俺様のような達人とやるといい修行になるだろう。え、そうですね。またいつでも相手してやるからな。ちょっといいかな。よそ者に話すことはない。聞きたいことがあるの。え、シンファ、どうしたんだ。この人はリョウ、私のお友達。そうなのか。ゴロツキを見なかったか。俺は大人たちが話してるのを聞いただけだけど、家を荒らされた人がいるらしいな。そうか。ゴロツキよりもエンさんのことが心配だよ。ありがとう、メイヨウ。いや、俺はその。
すいません。おほう、今度は若造か。あの、リコはいつも面白いものを流してきよる。え？木が流れ、ヤギが流れ、次はどんな面白いものが流れてくるかの。あの、おじいちゃん、聞きたいことがあるの。シェンファーが流れてきたか。最近村に来たゴロツキを見ませんでしたか。柄の悪いよそ者どもが流れてきよった。夜中にいきなり上がり込んでわしの顔をジロジロ睨んでな。そいつらは何をしに。さて、何もせんですぐに出て行きよったわい。そうですか。ありがとう、おじいちゃん。あの、お前さん、何者だい。最近ここらをうろついてるね。葉月と言います。なるほど、日本人かい。悪いけど帰っておくれ。よそ者は苦手なんだよ。待って、おばあちゃん。おや、シェンファかい。この人はリョウ、私の大切な友達。そりゃ悪いことをした。で、どうしたんだい。聞きたいことが。最近村に来たゴロツキを見ませんでしたか。ああ、うちにも来たよ。そいつらは何をしに。何か探しているようだったね。あっちこっち片っ端から押しかけて、この山奥の村で値打ちのあるものといえば縁が掘る石くらいのもんだが。まさかそのゴロツキが父を。そうとは限らんが。村に来たゴロツキたちはその後どこへ行ったかわかる。さあ、わからん。あっという間に姿を消したよ。そうですか。すいません。え、何？文さん。シェンファ？この人はリョウ、私の知り合い。あら、そうなの。ゴロツキの行方を追ってるんです。文さん、お家にゴロツキが来たの。そうなのよ。でも旦那がすぐに追っ払ってくれたの。こういう時はすっごく頼りになるから。そいつらは何をしに。こっちが聞きたいわよ。石堀氏はどこだとかわめいてて。私は奥にいて何も見てないし。あとは旦那に聞いてみないと。そうですか。リョウ、世人さんに話を聞いてみよう。文さんの旦那さん。そうだな。ありがとうございました。ありがとう、文さん。